生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキンです。楽しい。もう2019年も末やん、終わりやん。だからもう振り返っていかんとあかんなと思って、ちょっと今年1年を振り返ろうっていう、名付けて2019年小原ブラス中庭アレクサンドラの個人的ニュースなんか噛み合ってんだか噛み合ってないのか分かんないね。もう1月から12月まで1ヶ月ごとにそれぞれの個人的ニュース発表していこう。個人的ニュースなんだ。そう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 。じゃあ私から1月、ゴジムのレギュラーが決まる。あ、結構すごいでかいコートやん。そう、4月からレギュラーとして出てるんやけども、うん、ゴジムのレギュラーが決まったよっていうのは1月にあってん。でもずっと言いたくて、もう言いたいねんけども言ったらあかんみたいな、言えへんって思って。でも言ってたやん、うちとかに。あれちゃんとかには言う。でもあれちゃんに言わんと、もう他で言いそうになるから。だからずっとうちに何回も何回も言ってたやん。そうそうそう、これ見て。これ見て。か見たってば。ここ知ってるってば。この番組知ってる？見た見た。マツコさんも出てんねん。見たって。あとほら、俺が出た時こんな感じ。っていうのを繰り返してた。じゃああれちゃんは？ YouTube トラクシャ数の推移を見て、過ごしちゃった。それで終わった。かわいいな。あの確かにあの1月の頃ってピロシキーズまた全然おらんくて、ほんまに1000人も行ってないような状態やったねんけど。ずっと大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな。あのさ、ZIP に出たやんか、うん、でそれが違法アップロードされてんねん。勝手に上げてるやつが謎にその時期になんか70万再生とかされて、でコメントにあれこれピロシキーズじゃないみたいな書かれて、そこから登録者数がちょっと増えてる時期やったね。流れ込んできてた。そうそうそう、確かに。でなんか昔って今なくなったけど、こうカウントするみたいになったよなっていうアプリを入れて、そうで、ずっと自分もそれずっと見てた。見てた。10、15、16、17、18、15、減ったみたいな。じゃあ2月は、うん、北海道に行ったやん。そう、北海道に行ったの。そう、招かれて2000人しかおらへんかったのに。そこら辺の人たちに聞かれて、どういう何をやってるんですか、何をやってるんですかって。ピロシキーズです。そうなんですねみたいな。じゃあ登録者数めっちゃ多いってことですよねみたいな。インフルエンサーですもんね。そう、まあまあそんな大したことないですけど、全然そんな、あ、もう2000人ぐらいです。すごい。で、とにかくそこで、まあ、北海道いろいろ楽しみました。ただ俺の中で一番思い出に残ってるのは、コンビニで干し魚を見つけ、それを食べた時にめっちゃロシアの魚に似てて、味が多分シャケラかなんだか分からんけど、なんかでも確かに見つけ大量に、あいちゃん見て見て見てって買って、で部屋にこもって飲んで食べてた。みんなすごいなんか雪祭りとかいろいろ楽しみに行ってる中でその魚を食べてあれ思い出やった。臭くなってないかな、ごめんなさい。ごめんなさい、おしゃれなホテルで。ほんであれちゃんは、あ、うち誕生日とかやったんやけど、2月、うん、あともう一個は、うん、北海道やろ。北海道、北海道初めてブラスにキレられる。キレたっけ。お前キレてやんか。キレたっけ。空港で、あ、空港ね。そう、東京に帰るときに、なんかマネージャーが間違って、違うね、間違ったんじゃないね。間違ったんじゃない。なんかもともとチケット取るときに飛行機どこどれがいい、チャル、アナって聞かれたんよ、うん、多分アレちゃんはどっちでもいいって答え。何でもいいです。俺はもうどっちでもぶっちゃけよかったんやけど、え、どっちでもいいけど、じゃあアナって言ったね。どっちかっていうと、じゃあアナって言ったら、アレちゃんはジャル。でもそれなんでなんやろね。私はアナになったんだよ一緒で、アレちゃん他の人たちとこうみんなでジャルで帰るから、俺だけ一人アナなんだよ。それだけで終わったらまだよかったんだけど、アナだけ6時間遅延したね。そのあんたらが行った後で6時間空港で待たんとあかんくなって、うわっと思って、もうめっちゃイライラしてた。でもその前になんかもうまず飛行機が多分別々っていうのですごいイライラしてた。イライラしてた。もう私がさ、いや分かるよ、うちもめっちゃしんどいから、なんかどこでもドアとかあったらいいのになって言ったら、ブラスになんか中田中田また気分悪くなったわ食べられて、あの時はほんまガチでイライラしてて、なんで俺6時間もここで待たんとあかんのって思ってる中で、アレちゃんがなどこでもドアとかいうワードを出したことがもうなんか生理来たんじゃないのかって思うぐらい。まああの時は申し訳なかったけど、どこでもドアとかあったらいいよねっていうのがもうめっちゃイラっときた。なんで
でもその喧嘩があったから結構仲良くなれたね。けど あの時ちょっとなんか一瞬関わらんとこじゃあ3月、3月アウトデラックスの初めての収録で下ネタを言いまくり、うん、マツコさんに認めていただける。あ、下ネタで認められたの？ほんまに？なんか全然オンエアにはもちろん乗らへんねんけど、ほんまほんと下ネタをかなり言ったね。だからあの時に流れてるいろんなやつはほんまその部分部分を切り抜いてすごいまともな話をしてるところやったねんけど。あ、じゃあ結構やばいやつを言ってたんだ。かなり言った。矢部さんのチッについてすごい語った気がする。で、なんか最後マツコさんに、いや、今日はなんか楽しかったわ、なんかいいわって言っていただけたって、すごい嬉しかった。それがきっかけでその後レギュラーになったっていうところで、シモはね、共通して仲間を作る。私も次テレビ出たらシモを言う。いやいやいや、やった。やめな。ほんで、アレちゃん3月。あー、そうだよ、ジャパイモーションの初めてのロケだったんだよね。そうだ、アレちゃんもレギュラーの番組は決まったんやな、うん、そう決まったんやけど、なんか3人の女の子で決まったんだけど、その時ってなんかあんまりこうお互いに知らなかったから、うん、すごいよそよそしい感じのなんか変な雰囲気の。へえー、そんな風に見えんかったけどな、あの放送見たら。なんて呼んだらいいの？ゆりちゃん。あ、ゆりちゃんで、じゃあ、アレちゃん。最初みんなさ、ピロシキーズだって初めての時はなんかこっちもやっぱりロシアの女が来るって言ったら構えるもん。あ、構えてたの？構えるよ、それ。なんかロシアの女がどうせこういうことやったりするんでしょ。嫌だったんだ最初。バレたー。結構独特な人多いやん、ロシアの女の人。おい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 。なんか機嫌も損なうと本当に態度に出す方がすごい多いから。あの、北海道みたいな感じ。それ俺や。ね、じゃあ4月に行きます。あ、もう4月で良くなかった。いよいよゴジムとか出始めて髪型を変える。あ、髪型ちょっと前まで上げてたの覚えてる？あ、なんか最初なんか上がってた、上げてたねけど、なんかその画面見てるとブスやなって思って。髪型を変えたのね。で、髪型を変えてなんか新しい自分に巡り合えたみたいな。あれじゃ、何が悪かった？4月。え、まずはインフルにかかったやろ。インフル？インフルの B 型。でもあの時確かになんかあれちゃんからみんな映ってさ、てた、事務所の全員映してない、映されたんだもん誰かに。ほんと？その時めっちゃ怖かったもん、みんなインフルインフルインフルって言うから、あ、これ俺もそろそろやとかって思ってたけど、一切ど元気。とりあえずインフルにかかって、うん、でもう家でずっとあの寝てて、うん、でなんかその時に撮った仕事、あのゴルフの仕事がなくなって、そう、実はゴルフのなんか番組のなレギュラーがあったねんけど、インフルエンザになっちゃったからもうレギュラーごとなくなってもだよな。インフルにもかかって死にかけてるし、でしょでしょ。あとさ、咳とかする時もうわもうやばかった。なんやろ、普通咳ってなって感じやんか。それアリちゃんその時なくて、なんていうの薬のせいでも肌荒れは半端ないし、仕事はなくなるし、インフルで1週間寝込んで筋肉量落ちて歩けんくなるし、立っただけでさ足がつっても歩けなかったのよ。立っただけ、どんな感じ？立ってみて、うん、ああみたいなごめんなんかそう感じてる人みたいになってるけど違うよ。じゃあ5月、まあいろいろあのご自分出たりとかいろいろちょっとある程度なったので、エゴサ、コメントの読みすぎで寝不足、コーヒーの中毒者となり、コーヒーがないと生活ができなくなるっていう、なんかねすごい寝不足でずっとで、コーヒーを飲めやんか、うん、でコーヒー飲んだら今度なんか知らんけどミンティアが食べたくなって、まあそのコーヒー飲むとちょっとなんかお口直ししようみたいな感じで、そうそうそう、で今度ミンティア食べるやん、うん、でミンティア食べたら今度またコーヒー飲みたくなんね、甘くなるから口の中が、ほんでまた飲むやん、もうこれだけで繰り返し、もうそれ全然良くないよ。これで1ヶ月過ぎたほんでアレちゃんは、あ、その時覚えてる、ジャパンイモーションのなんかうちの決まってるレギュラーのフラちゃんが初出演みたいな、うん、したしたした、アレちゃんと一緒に、そうで、その時担いでやんか、おみこしな、祭りのなんか下こしを言ってたやんか、うん、で、そんなの本当に負けたらあかんわと思って番組乗っ取られるわと思ってめちゃくちゃ頑張った結果、うん、コブができて、コブっていうかもうここ真っ赤っかになっちゃって、そうやね、そうで、私もさ、あ、もう限界だわってなった時に変わってくれって言ったら、いや最後までやれっつって横浜の人たちがさ出してくれんくてさ痛い痛い重いというか、重いんじゃないねんな、こう棒がガンガンガン気になる方はあの YouTube にね
その一部始終が上がってるんで、あのジャパンインモーションというチャンネルのところでね。じゃあ6月、ね、私はクレジットカードを不正利用される。うわ大事件だなそれ。あの20万不正利用、朝の7時の銀座のお店でみたいな。ただすごいことに AI みたいなのが、あれブラスは銀座で買い物をする人じゃないみたいな、あそんな感じで判断をしたみたいで、結局使われへんかったね。 AI によってブラスが朝7時に銀座にいることは絶対にない。あでもよかったねマジで。多分不正利用し、こう20万しようとしたところを止められた。止められたので、悪いことはいいことに。うちはまたダメだな。え6月アレちゃん何？アレちゃんね、6月からハゲたの。えアレちゃんハゲる？その生理痛でお腹が痛かったの、うん、でなんかそのお腹痛いのって治せないかなってなった時に、うん、ごめん今一瞬おっぱい見てもたわ。えおっぱい見てもた、ごめん。ここに置いてやるから、ここに今生理痛になって、で生理痛がなんかどうにかできひんかなと思って、で医者さんのとこに行って、ピルいいんですかって言ったら、いやすごくいいですよみたいな、なんかそれいいなと思って、肌も綺麗になるし生理痛もなくなるんだと思って飲んだら、ハゲてきてここら辺が薄くなってきて、もう完全にもう髪の毛もパッサパサやし、こうお風呂場でたまる髪の毛が毎日落ちるわけ。みたいな、ほら地獄やん。まあでもこれはみんながそれになるわけじゃないやろ。その合わない人だけがそういうことが起こる可能性があるよね。もう合わなかったみたいで、うん、しかもまたそんなタイミングでさ、 YouTube のコメントでさ、あれあげちゃんハゲてる